今回は本田真凜さんについて紹介していきます。秘蔵のセクシーショットがたくさんありますよ。楽しみにしてください。では早速行ってみましょう。本田真凜さんの推定3サイズはバスト 77cm、 ベスト 55cm、 ヒップ 79cm の推定 B カップの美乳ちゃんです。姉の本田真帆さんは一般人ですが、兄の本田太一、妹の本田望結と本田紗来は同じフィギュアスケート選手です。3歳以下の本田望結は子役としてドラマ家政婦の見たに出演するなど、女優としても活動しています。小学校は関西大学初等部に通っていました。小学生時代から全日本ノービス選手権で歴代最高得点をマークして優勝するなど、フィギュアスケーターとして頭角を現しました。中学校は関西大学中等部に内部進学します。世間に一気に名前が知られたのは2016年中学2年生の時です。ハンガリーで行われた初出場の世界ジュニアフィギュアスケート選手権で浅田真央以来11年ぶりの14歳での優勝を飾ります。翌2017年、台北で行われた世界ジュニアフィギュアスケート選手権ではショート、フリーどもにパーソナルベストを更新したものの、後に平昌オリンピック金メダリストとなるアリーナザギトワに負けて2位となっています。シニア転向後は本番での転倒や回転不足などが続き、最近は表彰台からしばらく遠ざかっています。女子フィギュアスケート選手は大人の身体に成長する過程でバランスを崩し、成績が伸び悩むことがよくあります。本田真凜も2018年頃から少しずつおっぱいが膨らんできており、この時期に遅めの初潮を迎えたのかもしれません。2020年からは明治大学政治経済学部にスポーツ特別入試で進学し、スケート部に所属しています。女子大生になり、最近はおっぱいの巨乳化も B カップで落ち着いたようです。また3姉妹で YouTube チャンネルを開設し、 YouTuber としても再生回数を伸ばしています。2022年には男子フィギュアスケート選手の宇野昭するとの交際を発表するなど、プライベートも好調なようです。2023年には9年連続の前日選手権を決めるなど、本業のスケートの調子も悪くありません。そのため今後は身体の変化や環境の変化を乗り越え、本業のスケートでもジュニア時代に見せてくれたような活躍を楽しみにしましょう。